ちは。こんにちは。覚えてますでしょうか、こちら。はい、忘れてました。梅とらま梅酒ですね。はい、あれからまあちょっと月日が経ったので、うん、飲んでみようかなと思って。飲んでみようかのっていう色はね、うん、早々に出てた ね、なんか着色料が入っとるとですかね。うん、うん、たっぷり使ってあると思う。でこちらが普通の梅とらまんの梅酒、うん、でこっちがすももちゃん、うん、でかいやつで、うん、でこれが梅とらハニーで甘いやつかな。はい、です。はい、3種類ちょっと飲んでみますか。はい、これ美味しかったらまず商品化あるよ。うん、あるか。あると思うよ。じゃあどれから。ノーマルから。じゃあノーマルからいきますか。もうね、なんかね、酸っぱそうな気がする。あー、なるほどね。普通の梅酒。これ作った時は砂糖とかは入れた時。匂いが、もう梅とらま。わー、匂いが。うまい。おー、ちょっと。唾液が出る。マジ、ドバーン唾液が出る。くさ。ほんとや、よだれの。告げるんじゃないかな。うわ、ちょっと待って、ブルーってきた。ね。ここから唾液がダバーって出てきた。きますよ、じゃあ。ちょっと色だけ見ればね。どうもどうも。ほんと、お酒っていうより今の段階、匂いはもう酢ですね。確かに。うん。お酢としても健康にいいかもね、お酢としても。色つきすぎやろ。綺麗ではあるね。綺麗、うん、綺麗やけど。これアクアウイタイ、アクアウイタイ。じゃあこれ1個、これ1個。アクアウイタイです。じゃあ通常のウルトラマン、うん、トラン、いただきます。何？酸っぱい、甘酸っぱい、甘酸っぱい、甘い。でアルコールがグッと。アルコールがグッてくる。なんて言ったらいいか。これ薄めて、うん、でも薄めてもどうかな。俺はね、好き。うん、俺結構梅トラマンが好きだから、うん、あの梅トラマンと日本酒を一緒に口に含んだ感じ。なんか梅酒っていうより色もそうやけど、リキュール系な感じになってきとるとかな。まあ、なんかリキュールですね、これ。うん、鼻の力がすごい、なんか、いや、ちょっとじゃあどうかな。匂いは本当もう、あのもう梅ドラマやもんね。梅ドラマなのか、本当に梅ドラマのお酒って感じ。うん、想像通り。うん、梅ドラマのお酒よね。梅ドラマのお酒っていうか、これに梅トラマンつけてやるとやない。っていう感じかな。まあまあ、俺、だって飲めなくはない。うん。うん。飲めなくはない。俺は薄めて飲みたいから、この酸っぱさがね。これあったかいとうまいかもしれんね。うん。唾液がめっちゃ出るもんだって。これを焼酎で。こんな感じやね。美味しい。ね、確かに確かに。よし。美味しい美味しい。甘い。すげえ。次。はい。じゃあ、梅トラ。はちみつつながりで、うん、これは酸っぱくないのかな。これはこれ普通の梅酒だもん。うん、これが正解じゃね。これは普通の梅酒の味をすると思う。さあどうだろうね。なんか変に梅の風味が入っちゃった、あのかき氷のシロップみたいな味だったね、これ。ああ、そう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 、酸っぱいかき氷シロップ。梅酒の香りがする。これやっぱお菓子感はあるね。なんか、なんて言っていいか、うん、分からんけど。はい。これはもう、色は。何やろね。梅酒の香りだ。普通。うん、梅酒の香り。普通、美味しいものやけん、あれやけど、めっちゃ恐れながら潰し、恐れながら飲んでね。じゃあ、蜂蜜、いただきます。はい。甘っ。甘っ。ちょっと俺はこっちの方が好き。うん、だって氷だとめっちゃ入れたやろこれ。プラス、いやプラス多分これのハニーの甘さじゃない。甘いけどこれちょっと飲ませてください。でも俺嫌いじゃない。さっきからよだれが止まらないけどダバダバって。全然嫌いじゃない。匂いはね、こっちの方がもっとお酒感、うんうん、あれほんと梅トラのやつやけど、うん、酸っぱい匂いが。俺こっちが好きかな。これも何個あったらいいかな、うん、
なんかで割れば、うん、これあれや、うん、あるあれ何やったっけ、何ある蝶や、トロ、なんか言ってトロット系の梅酒のなんかあるやん、うんうん、濁り梅酒かね、何やったっけ、あれの味がする、いや梅酒だね、もう、うん、これはもう、うん、梅酒、これでも氷砂糖をあんまり入れずにやれば、ね、普通の梅酒になる、うん、だからやっぱ何やろ、あ、後味が両方スキッとしてないですもんね。なんかさっと消えていかず、寝たーってなんか梅トラマン食べた後の、金を、わかる、それや、それなんかお酒が入った感じ、口の中にコーティングされてる、ね、あ、でも俺はね、飲む、うん、美味しい、美味しいは美味しい、なんか欲を言えばいっぱい出てくるけどっていう感じだね。多分ちゃんとした梅酒と、ちゃんとした梅酒というか梅酒と比べすぎなのかもしれん、いや別物と考えて、うん、ね、ある、ありだと思う、うん、ね、これでもこれを、うん、なんか焼酎じゃないけどそういうお酒に梅トラマンハニーを入れるっていうのもありじゃないですか、ああ確かに、うん、確かに、さあ風味付けだけでね、梅じゃないですね、それも、うん、すももちゃん、なんかえらい、すもももももも、パリパリできるじゃない、やっ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 ややりたくなるよね、うん、これ告げる、開ける、開ける、うー、どう、匂いはなんかプラモデル作る時の、あ、ほんと、プラモデル、ちょっと嗅いでいい、プラモデル作る時の、ああ、これシンナーとかじゃない、あの、あれだ、あのチューブに入ったプーテーサストローにつけて膨らます風船の、あれシンナーの匂いやあれシンナーじゃない、これな、なんけ、これなんかの匂い、シンナーじゃない、トルエン、色は濃いよ、梅トラより、これ飲んでいいと、アルコール間違えてない、なんか違うやつ、違うやつ入れた、大丈夫大丈夫、シンナーから、すもも、いただきます、なんで飲まんの、あーあ、あ、うん、これとこれが一緒になったやつ、うん、でも、シンナーがいる、うん、これね、ちょっと、あれあれ、杏仁豆腐、あああ上にいっちゃって、みたいな匂いがする、杏仁って桃でしょ、桃のな種の中のやつですね、すもものその成分が出てんじゃないのかな、なるほど、だからマジックインキの匂いだ、うん、だからこれとこれが合わさったやつ、なるほどね、うーん、ちょっと飲ませて飲まん、飲まんどこうかなって思って、匂いはねやっぱあれの匂いがするもんね、ねえ、なんだ、なんで、あ、こいた、なんか、違う、うん、てか総合的に言うと、うん、あのアルコールと合体してないもんね、分離しとるもんね、なんか、うん、そうそうそう、梅、ま、あのお菓子とアルコールってこう分かれて、うん、言いたいこと伝わりますかね、これ、うん、なんか喧嘩してるわけじゃないけど、うん、混ざってないもんね、そういうけん、うん、撤去してるね、うん、最初あの梅のお菓子の味が来て、あとにうわーってなんかアルコールがおったよみたいな、この3種類でいうとどれが一番、いや断然これは、俺もそれやね、むしろこれしか飲まないかもこれまだこれまでいい、あ、そう、酸っぱいのが、うん、これもね、うん、あの決してまずくない、うんうん、ただプラスこれがちょっと、それはねいかんね、言っていい、うん、もう俺作ってないけどごめんけど失敗と思う、なんかね、薬品くせえないよね、なんか梅から悪い部分、うん、作る工程でこう薬品とかなんか、うん、うん、なんかね、 あの基本口にしてはいかん味が匂いもね、これこれはまだいける、うん、いやー面白いな、うん、面白いね、でもね、じゃあこれまた1年後なんで変わってるかもしれないですよ、1年、いやいや、もう同じ味でこのまんまやと思うはいはい、じゃあ今回はメトラ梅酒作ってみて、はい、
飲んでみました。はい、なんか想像と違った味が、うん、俺もっと美味しいと思った。うん、うん、あ美味しい。もっとなんか爽やか系な気がしたよね。うん、梅の量とかもあるかもしれないけど、うん、それで、うんうん、まあ成功ということで、はい、いいですか。うん、はい、ありがとうございました。いや本当うまいよ。うんうん、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい。